当に日頃から大きな支援、そして温かな声援、本当にありがとうございます。ここに来て皆様の一体感、そしてものすごく本気でこのチームを支えてくださっている心、しっかりと受け止めております。そしてものすごく感じております。ありがとうございます。今シーズン我々が挑むこと、これは現今年の目標と、それからこの先未来の目標と2つあります。ですから抱えている選手は日頃よりも少し多い40名という形になっています。というのは今年全員がやっぱり上手くならなければやっぱり試合には勝てない、そこのところを飛ばさずに丁寧に一つずつやっていこうというふうに思っています。